浜田雅功、活動休止中の松本人志に初言及、今やらな、あかんことをやって、頑張って待ってますよ。ダウンタウン浜田雅功、60、が26日深夜、出演する、MBS ラジオ、ゴブゴブラジオ、金曜深夜1時で、活動休止中の相方、松本人志、60、について初言及した。あの人の代わりはいないんでね。戻ってくるまで自分ができることを一生懸命やろうかなという感じです。今やらなあかんことをやって。頑張って待ってますよと語った。帰ってくるまで相方募集しようかなと冗談めかして話す場面もあり、まあでも松本さん戻ってきたらすぐ解散しますから。曲紹介では出囃子として使用しているエポのダウンタウンも流し、コンビの強い絆を感じさせた。小林幸子、雪椿熱唱、私ができることは歌を通しお返しすること、故郷新潟が、能登半島地震で被災。歌手、小林幸子、70、が27日、東京、文京区のホテル椿山荘で564人を、集めて開かれた東京新潟県人会ふるさとへの架け橋2024に出席した。故郷、新潟は元日の能登半島地震で被災。雪椿を熱唱して、私ができることは歌を通して、誰かに何かをお返しすること。新潟の皆様に思いが届きますように、小さなことかもしれないけど、ご支援をずっとさせていただきますと話した。